トジュースが飲む日焼け止めとして注目されています。トマトのリコピンは肌をはじめ細胞自体の老化防止に役立ちます。そこでおすすめしたいのがトマトジュースプラスヨーグルトの組み合わせです。今回は進化した飲む日焼け止めについてご紹介します。トマトのリコピンをはじめ赤色の野菜は強力なアンチエイジングの効果が期待できる抗酸化作用を持っていると言われています。またトマトを生野菜で食べるよりもトマトジュースの方がリコピンの保有量が多いこともあり、トマトジュースが飲む日焼け止めとして注目されています。このトマトジュースをサポートするのに適しているのがヨーグルトです。ヨーグルトのタンパク質が肌のバリア機能を作るとされているので、不足すると肌にも影響があるため積極的に摂りたい食材です。さらに腸内環境を整える働きをするため、トマトジュースの日焼け止め効果をしっかり体内に行き渡らせてくれる効果が期待できます。作り方は簡単です。コップに飲むヨーグルトとトマトジュースを半分入れてかき混ぜるだけで